もう行くな夏をですね、押し向かのように一生懸命鳴いてるセミと同じように頑張っている高校でございます。まあ綺麗にまとめましたわね。自然派の火曜日ですから。本当に B は夏休みになんか夏の思い出とかできた？今年の夏ですか？そうそうそう、夏ですか？もう、仕事オンリーでした。嘘つけよ、ほらいやなんかベースのためにみたいな夏。いあんまりないですね。あったよそれ。あといや本当にさあ、そしてカズさんじゃあどんな思い出を作ったんでしょうか。お止めてくださいさあそして火曜日のおなじみ、日直お止めてくは、はい、はい、今年の夏休みは買い物に行って自分の好きなものをいっぱい買えたことが一番の思い出です。羽田エリカです。はい、どうもありがとうございました。これいいですね。これ定番の喋りがこうあって、そうそう、あの歌った時と全然変わらないですね。いいじゃない。さあそして竹やぶに行っている熊野くん。竹やぶじゃないよね。今日はですね、はい、アマチュアバスオーディションの決勝戦が行われています、はい、アムダ、アムダ、エミさんじゃけど熊野さん、ダニガさんが来ています。熊野さん、ダニガさん、はいはい、こちらアムダは盛り上がってきたんだエムダだよ森よ、ね、というわけでですね、はい、第1回アマチュアバンドオーディションね、決勝大会がをやってるわけですよ。行われてるわけなんですけど、はい、本当にたくさんのお客様がいらっしゃってるんですよ。お客さん盛り上がってるかすごいですよ。ちょうどですね、田代君、はいはい、今こちらにですね、2バンド目のですね、はい、レオンの皆さんがね、今演奏終わってね、ここにいるんですけどもね、うん、ちょっと軽くインタビューしてみましょうね、はい、どうですか、上がりましたか？いや、そんなに緊張しませんでしたけど、やることはやった。はい、ね、はい、みんなですね、はい、堂々と演奏してます。私たちプロが顔負けでございますね、あのパラダイス総合でいつもマイバンドをご紹介してましたけども、はい、今日ここで優勝します。なんとレコードデビューができるんですよ。あらららららら、らすごいでしょ。すごいね。田代くん、はい、俺たちも一回アマチュアに戻ってさもう一回デビューしようよダメですよ、優勝したらなっちゃいますから。あ、そっか、はい、そんな感じですよ。はい、わかりました。紹介します。はい、さあ、というわけで後ほどね、またそっちの模様を伝えてもらいたいと思いますが、なんとこの模様はですね、9月の26日夜2時40分からですね、1時間半パラダイス高校スペシャルアマチュアバンドオーディションというタイトルでね、決勝大会で放送いたしますからね、はい、楽しみですね。ぜひこちらの方もですね、楽しみに見ていただきたいと思います。というわけで、ちょっとこちらでシャレコマ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。